こんにちはエフユー TV ですお久しぶりです。今日は日本通信がどこも対抗プラン十六ギガの七十ギガ無料通話一キュッパ円二百十十二月から十日からです。よ読んでいきます。日本通信は新料金プラン s s d プランを十二月十日から提供する。 月額16ギガ70分無料通話でと千1980円ですで SSD プランは基本データ量が16ギガ70分の通話料金込みで月額1キップおおすごいなって感じですね新プラン16ギガの超過以降は1ギガ十二2 5 0円で使った分だけ課金されるおかわり課金方式で 上限は16から30の間でユーザーが設定できる。で、まあ、ここでちょっとですね、これはお勧めしないですね。ま、じもしも1 6ギガ以降使ったら、うわ、多分課金されるんですよね。なのでちょ、ちょっとなって方です。また、基本データ量は、ドドコモの、アハモの開始い、開始日以降は2 0ギガに増量するという、来春から、 データ通信の接続量が引き下げるようになることを活用したものであります。で、これは以上、おかわり課金っていうのなんですよね。で、思ったことが、おかわり課金って僕嫌なんですよね。で、もう遅くて、も遅くしてほしいんですよね。まあ、なぜかというと、 使いすぎて勝手に課金されると本当250円プラス、まあ2五十円安いんですが、あと2ギガだったらっと500円、500円プラスされると本当これ不便なんですよね。で、本当にこれは本当にいい、本当にやめてほしいなって思うんですが、まあこれはあと贅宅に Wi-Fi がきちんとある人も、まあ僕にちもあるんですが、きちんとある人や、まあ、きちんと整っている人にはこのプランがおすすめです。 ですが、本当に、間違いで16ギガ超えてしまうと、1 0ギガ250円。なので、本当に、まあ、そこら辺はちょっと気をつけてほしいなと思うんですが、僕的にはドコモの、アハモが一番おすすめでございます。料金が安いですが、が、そこなんですが、実際問題、ドコモは、大手3キャリアのうち、一番、 一番、あれなんですよ。一番、通信速度も速いですよ本当に、一番、なんていうのかな、んーと通信の電波もい,いいんですよね。AUS そ,そばがちょ,ちょっと論外としまして、本当にいいんですよね。ですし、このドコモっていうのは、本当に災害には強いんですよね。 で、そこでと2キュッパで、それにプラス1000円すると,と3980円の税分がと4 4 0 0円ぐらいでしょうかね。で、そう、まあ、あと、プラス1000円はと、かけ放題なんですがか、かけ放題なければ2キュッパ 書き放題は本当に 5, 5分以内で終わるければいいんですが、まあ、書き放題の時は結構ね、長電話する人に、ね、はこれおすすめなんです、本当に2 0ギガの後に、後に 1MBPS。本当にそれが一番強みかなと思います。僕は前と楽天の前のもので、1MBPS でミラティブ普通に配信できているので、普通に不便がないんじゃないかなと思いますが、高画質の YouTube とか見る場合には、ちょっと h m b b s にはち,ょっとはちょっと不便かなと思うんですが、本当に h m b b s r は本当に基本的にできるんで、本当に楽天の前のプランと一緒に20ギガにとに2位と29%て本当に安,安いなって思っております。本当に僕はこれだと料金が高いですが、ドコモの母もを僕、本当にしたい。本当に 本当に、本当にな、なんていうのかな、本当に、やっぱりドコモっていうのは本当にいい会社なので、本当にドコモが,が一番いいんですが、本当に、まあ、料金が高い分、本当に速度もいいんで。 本当に今後本当にどうなっていくのか、やっぱりここ,この三大キャリアが20ギガでどこまで落としてくるのかっていうところがやっぱり期待されるところであります。ではでは今回このもので本日もご視聴もにありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンを押さえるとありがたいです。それではまた次回の,の動画でお会いできることを楽しみにしておりますのではまた次回お会いしましょう。じゃあね